シングルマザーの挑戦っていうのがあってですね、これペアレンディングホームですね。これはですね、何かというとですね、シングルマザー専門のですね、シェアハウスなんですよ。シングルマザーが集まってやっているシェアハウスっていうのは、僕昔あの横浜だったかに、ね、あるところを取材に行ったことがあるんですよね。で、すごく面白かったんですよ。で、いい提案だと思います。つまり、子供っていうのは本当は 大家族でで育てるのが理想なんですね。いかに理想的な父親と母親がいようともそれよりは多様性がある親戚とか親兄弟というのが一緒に住んでいていろんな人と触れ合ってる方がやっぱ子どもの上層教育上いいし子どももですねそれは分かってながら僕らはそれができないしどちらかっていうと父親の方が外で働いていて母親の方が家にこもり気になって一対一子育てになりがちだっていうのが現状なんですよ。で 家族として、シングルマザー同士が集って、で大きな家に住んで、でお互い面倒を見てたら、変な言い方ですけども、常に1人か2人ぐらいのお母さんは休めるわけですね。シングルマザーの話聞いてみると、本当に休み時間がないんですよ。働いて、育児してだったら、自分自身の時間がほとんどゼロなんですよね。で、その中で子供っていうのは、びっくりするぐらい病気になるんですよ。本当に風邪引いたり、病気になったりして、それが自分が移されたりして。 すごいストレスが多いし忙しいんですけどもシングルマザーが集まって4家族か5家族で暮らすと誰か2人ぐらいが面倒を見てたら残りの2人とか3人ぐらいは外にいてです、ね、コーヒーヒ一杯飲めるんですね。30分に1回もう本当に週に1回の30分に1回の一休みっていうのが何年間もないっていうのがシングルマザーの現状なのでですねあこれはいい取り組みだなと僕は思っているんですけども。 ただ同時にです、ね、そのシングルマザーのシェアハウスというのを取材した僕の経験から言うと同時にです、ね、これもです、ね、女の人同士の共同生活だからシングルマザーになる時ってまあ男の方がだらしないからもう出てけっていうのとあと「家のない子供たち」を描いた「ギャングス」の原作者ありません。 女子っていう本をこの間僕読んだんだですでその「貧困女子」の中に書かれてるんですけども出会い系のシングルマザーっていうのをその人前に書いてでその時にもう取材したらそれは何でかっていうと出会い系で生活費を稼いでるシングルマザーっていうのは結局家族からも見放されて友達もいつの間にかいなくなってくる。 やっぱり情緒障害だったり知性的なちょっと障害を抱えていたり人間関係がどうしてもできないあとは例えば役所にですね福祉とかの書類を書くその書類を書くっていうことがもう本当に生理的にできないような弱者最弱者たちが自分に子供ができたというふうなことで無理やりなんだろう自分を奮い立たせて生きている場合っていうのがすごく多いと。 で結果的にそういう人たちが出会い系で売春というふうなことに手を染めてしまってみたいなものがあってなんかね十何人取材したところでもうあまりにきつくて取材するの一切やめて実は14人しか取材してませんっていうのをそのあの僕が読んだ本の中でカミングアウトしてるんですね。で 僕もそ出会い系のシングルマザーたちっていうの本は買ったんですけども冒頭のなんかを10ページぐらい読んだらうわっダメだと思って閉じてしまったぐらい確かにしんどい本なんですよ。話戻りますね。シングルマザーのシェアハウスっていうのは確かに素晴らしい試みで僕はいいと思うんですけどもでもそういう最弱者のシングルマザーっていうのかなそれは社会から言えばだったら子供なんか産むなよっていうふうに言えるんですけども。 子供を産むのにです、ね、だったら産むなよっていうふうに言い出したらですね離婚率が3割を超えて障害未婚率が4割に達しようとしている社会の中で誰が子供を産んで誰が子供を育てる権利があるんだっていうふうなことを言い出したらですねもうそんなもんどんどん無理筋になってくるんですね。子供なんんて、誰が産んでもいいし。 どんな弱者であろうと産んでもですね、周りが一緒に育てるというのが国民国家のあり方だと僕は思うんですよね。それはなんかきれいごとかもわかんないけども、国民国家として子供を産んじゃったらそれは周り全体でサポートするのが当たり前だというふうに思うんでですね、話ちょっと横にそれそうなんで戻します。とシングルマザーのあの共同住居っていうのはシングルマザーたちが一緒に住んでるからこそ。 マナーというのに関しては、やっぱりみんな守るし、毎晩のように飲み会があって楽しいというふうに言ってたんですよ。でも、それを聞くと、毎晩のその飲み会に参加できない社会性が欠如しているという言い方は何なんですけど、問題があったり、人とうまくコミュニケーション取れないシングルマナーというのは、そこからのスポイルされることになるんですよね。なんか、彼女らが言っているですね、男っ気が欲しいというふうに言ってるんですよ。それはもう、じさんでも何でもいいから。 私たちの,そのシングルマザーのところというのは本当にいいしもう結婚なんか二度とごめんだし彼氏も別にいらないんだけどもなんかね誰か <laughs> 定期的にここに来るじいさんでも一人男気がいないと自分たちは駄目になるっていう話 <laughs> そうダメになるっていうのがなんとなく分かってですね一方で僕は毎週のようにオフ会やっててですねその 彼女がいない男の人とかですね。彼氏ができない女の人っていうのを。山のように見てるわけですね。で、そんな話がありながらもですね。男っ気だったら、何でもいいって言ってる。シングルマザーのシェア幸スもあるのを見てるとですね。なんか絶対、マッチングが間違ってるというかですね。目指すことが間違ってるなと思ってるんですよ。非モテの人四人来てもらった時に話したと思うんですけども。お前が女の子を口どかないと、世の中に。彼氏がいない女の子というのが一人できてしまうと。 でその子らは気弱で夢みたいなことを言うかもしれないイケメンでないと嫌だとかあと何だろう年収これぐらいにないと嫌だとか背は高くないと嫌だと言うかもわかんないんだけども現にそんなことを言い続けて30になって35になってる場合 それは、ただ単に誰かがくどかなかがなっただけだけろうと。そんな夢みたいなことを言うような女の子でも誰かが口説けばそれで心が変わったりするかもわかんないでもその女の子の言ってることを真に受けてどうせ現実の女なんかみんな俺なんか嫌に決まってるというふうに言ってて口説く,くことをサボってることによって女の子の閉塞感というのはどんどんどん高まってくるよと。つまり、彼氏がいない不幸な女がいいいなな不幸女るのは、 お前が口どかないからだっていうふうに俺言ったことがあるんですね。で僕、これはマジでこう信じてるんですけども、なんかね、そこまで極端なことは、まあそれは日も手オフだからこそ言えるんですね。日も手オフで、その男の子でどうやったら彼女できるでしょうかって言ったら、カツを入れるために僕言ってるみたいなところもあるんですけども。マジで半分死んでますよ、さっきのことでも、残り半分は、まあこれはカツを入れるために言ってるというのはあるんですけども。 いいいいや、それは男のせいにしてうですもうことことね恋愛に関しては俺たち男側が動かないと多分ね状況一切動かないでないと女の子はもうますますお粗末さんのほうにどんどんいてしまって <laughs> お粗末さんであのね快楽を得る女の子は山ほどいるけどお粗末さんで幸せになる女は一人もいないですから。<laughs> よくないんですよ。男の方は損を承知で振られるのを承知で自分から動かないと多分状況は動かないというのはこれはあの今のうち予言しておきます。損 <laughs> 得感情で考えたら僕らが損するしか状況は動かせないですからですね。結婚の格差って訪れていますが年収ですか年齢ですか岡田さん教えてください。東京タラレバ娘これねすごいよ。 平賀あの東村明子のやつ、東京タラレバ娘はね今一巻と二巻出てるので見てください。三十三歳の女の人三人がですね、彼氏いないっていうので三人で。 もうほとんど毎,毎晩のように飲み会しててそれまあ女子会って自分たちで言ってるんだけどもそれをすっごいイケメンのなんか19歳ぐらいのにあのに「そんなの女子会じゃないよ」って言ってて「お前らは生き遅れの女の井戸端会議だ」っていうふうに言われてですね <laughs> ものすごくへこむやつなんだけどもとにかく東村明子が書いて東村明子の友達とか編集者から「もうあんな漫画を書くのはもうやめてください」っていうふうに延々言われると。だだって第1話が 2020年に東京オリンピックが決まったとでオリンピックの時に私たちが40になるとで40になってまだその時に独身だったとしたら日本中がオリンピックで盛り上がった時に私たちはどんな気持ちでいればいいんだろうっていう女の人にはこれがものすごい持ってかれる <laughs> 気持ちらしいんだけども <laughs> 俺読んでてあ、はあそうなんだっていうのがあってですねめちゃくちゃですね面白いです。 書いててそれがどんな心理になってるのか結局なんでそんな夢を持っちゃうのかっていうのを漫画の中でですね タラレバ娘っていうのはもしあの時こうしてタラとかもしあの人が私を愛してくれレバというタラとレバばっかりで考えるんだけどももう一つこの3人が毎晩毎晩居酒屋で女子会開くんだけどもその居酒屋でタラの白子とあとレバ刺しばっかり食ってんだよでタラ,タラとレバ食いながら私たちはタラレバタラレバ言ってるということでこの3人のですね幻想の中にタラとレバがそれぞれ出てきてですねタラとレバがものすごい黒いことを言うんだよで。そんなことしてもお前には 永遠に現れな「いタラとか <laughs> あのいつもそんなことばっかり言ってるレバネとか <laughs> そういうことを言ってきてですね <laughs> えものすごいえぐい漫画なんでですね「結婚の格差」って言われてますが年収ですか年齢ですかとタラレバ娘を読む限り女の人にとってはは年齢はすごく大きいよねあの男の場合は年収がある程度あったら相手を選ばなければ結婚できるし女の人の場合は年齢がある程度若ければ 相手を選ばばなければ結婚できると。ただしその年収がある程度ある男性は相手を選ばないってどうしても考えられないこんなに年収があるんだから相手を選べるだろうって考えてしまうで女の人の場合は年齢がある程度若ければ若いほど相手を選ばないっていうふうに発想できない。なのでじゃあそれと逆に男で年収が低い人女で年齢が上がっちゃった人はどういうふうにすればいいのかって言ったらもう 誰でもいいという手法すら使えないっていうのをはっきり認識するしかないよね誰でもいいっていうふうに考えれるのは男だったら年収が高い人女だったら若い人しかないんだというふうに考えてそこからの戦略の組み直しするしかないんだよつまり私エリゴアのみしてるからダメなんだってそんな問題じゃないんだよもう一回繰り返すけども男で年収が高ければ相手さえ選ばなければ結婚できる女で年齢が若ければ 相手さえ選ばばなければ結婚できるじゃあ男で年収が低い女で年齢がある程度いっちゃってる場合は相手を選ばないどころかもっと別の工夫のところになってくる。だ俺前からあの言ってるのは男の人で年収高い人は本当にシングルマザーを狙うべきだと思ってる。シングルマザーと結婚することですでに育児ができると保障されてる人っていうのを結婚してでその家族ごと面倒を見るっていう方が 現実的だと思うんだよ、ね、で女の人でですねなんか年齢が上がっちゃった場合はもう男と結婚するときにその男の年齢がいくつだろうと関係なく相手の面倒を見るつもり言ってるのはつまり経済的な面倒を含めてだよ。そこまでで考えるべきだと思うんだよ。そういうふうに考えないとたられば娘じゃないんだけどもそこまで妥協しなきゃダメなんだろうかっていうふうに考えてその妥協に 嫌悪感とかっってたら、さっきの地震で怖がっていうのは怖がるんで正しいし火山っていうのは噴火するのが不安で当たり前なんだその噴火する自分がいけないんじゃないかダメなんじゃないかっていうとこじらせちゃうんだよねで結婚問題に対してこじらせちゃうのもそこまでする自分っていうのはダメなんじゃないかというふうに考えるとこじらせちゃうのでシングルマザー引き取るのはコスパ最悪だろうその場合のコスパっていうのは考え方が違う。俺はあの えー、育児能力があるという女の人を引き取るのは逆に言えばコスパがいいと思うんだけどねあの全然そういう能力が保障されてない人と結婚するよりはずっとコスパは高くなってくるんだけどももしそのコスパが悪いっていうんだったらじゃあ君が考えてる結婚のコスパコストとパフォーマンスのパフォーマンスの部分っていうのは何だろうって話になってくると思う。まあ、いいや と思うのでですね、結婚の格差って言われてますから年収ですか年齢ですかというのでまあ本当にあんまり言えない話をですね思い切ってしてみました。